どうも、エビスジャンプの藤です。森山です。キスです。僕が一人で上げた初投稿の動画で Tinder で1000人にエッチしようって言ったらやれるのかみたいな動画がもうちょっとで1万再生いくんで、 Tinder の続編ということでこちらに Tinder マスターをお呼びしました。どうも、森山マスター森山です。こいつ1日100いいねとか来てて、で今3000いいねぐらい溜まってる。お前何いいねぐらい？俺マジで1日10いいねとか、こいつの10分の1ぐらい。お前も結構頑張ってたから、いろいろ変えたり。そう、めちゃめちゃ真似したんだけど。なんでだろうな。まあでも要素はもう決まってんよね。要素、うん、まあこれは、うん、これからちょっと喋る。はい、じゃあ今日はね、3000いいねを3秒で稼ぐ男森山がTinder の極意を教えます。これは本当はね、人に喋りたくない。やっぱり俺も Tinder はまあ1年半ぐらいやってるけど、やっぱここまでたどり着くの結構時間かかったからね、スキルを人に教えるっていうのははばかられるんだけど、今回教えちゃいます。教えちゃいます。はい、鬼今出てますね。この犬とね、まあ戯れてるっていう写真、これ非常に大事です。まあ Tinder 写真1枚で判断するわけで、性格とか全く分かんないんですよ。なので1枚目はできるだけ安心をしてもらう、そしてまあ自分も欠かさず写すと。これ犬だけじゃダメです。自分はどういう人なのかっていうところもちゃんとアピールしていく、これが大事です。で、僕あの慶応義塾大学出身なんですけど、慶応ユニバーシティってところもしっかりアピールしていくと。これ大事です。これ嘘でもいいです。僕は本当なんですけど、嘘でもいいです。で、プロフィールですね。シンプルに2行。広告、恵比寿、南住、犬、都市相応が好きです。これですね。ここはまあ事実ベースで、広告会社働いてるんで、僕、広告って書いて、恵比寿、南住。これも、まあ、恵比寿住っていうより、恵比寿、南住っていう方がちょっと嫌味が減るかなと思ってるんで、南入れてます。で、最後、犬。犬っていうのはまあ、写真とまあ、リンクさせてるって感じですね。写真を見て、あ、この人犬が好きなんだ。優しい人なんだ。こういう、まあ、印象を狙ってます。で、下ですね。都市相応が好きです。とはいえ、まあ、自分がどういう人なのかっていうアピールしなきゃいけない。今まで事実を述べてるだけなので、どういう人が好きなのかとか、そういうところをアピールしようと思うんですけど、やっぱなんか若い子が好きですとか、まあ、年上が好きですとか、絞る人いるんですけど、ここはみんなに当てはまるように、いいねを稼ぐためなんで、年相応が好きですっていうのを入れておきます。で、まあシンプルにすることで、ちょっとまあ謎めいた感じも出すっていうのも大事で、ここ、バーって書いちゃう人いるんですけど、それじゃあもう見透かされている女に真下に見られちゃうんでね、ここはまあ2行でシンプルにいきたいと思ってやりました。じゃあ2枚目ですね。これ小笠原諸島に行った時の海の写真なんですけど、やっぱりね、すごい暗いイメージがある。室内だとやっぱり外で撮ったら印象良くなるんで、外の写真はマストで入れましょう。1枚目で犬、優しさをアピールして、2枚目でまあ自然と一緒に撮ってるっていう爽やかさをアピールしてるというところですね。ちゃんとまあ2枚目見るってことはもう多少なりとも興味を引けてるってことなんで、ここでグッと離さないように爽やかさをアピールします。で、3枚目ですね。ちょっと顔寄りの写真なんですけど、これは僕必死に元カノを消した、トリミングして消したんですけど、これはですね、じゃあ近寄ったらどうなのかってところ、近寄ったらまあこんな顔してますよっていう、まあアピールですね。会った時の印象、まあ不安要素をできるだけ減らすために、まあ近い顔を載せてます。で、ここの写真で、ね、初めてちょっと前髪下ろしてるんですけど、まあバリエーションですね。バリエーション見せることで結構興味を引けるんで、3枚目でちょっと前髪を下ろしてます。で、最後4枚目また犬ですね。で、しっかりちょっと犬を可愛がってますよってアピールしていくと。で、ここの何でもいいと思います。もう3枚目で勝負は決まってるんで。なのでまあ勝負は3枚。で、この3枚でちゃんと爽やかさであったりとか優しさアピールできるかっていうところですね。まあ印象操作のコツになります。これ覚えておきます。なんか質問ある？素晴らしいですね、森山先生。はい、いえいえ、とんでもない。犬飼ってないんですけど、どうすればいいですか？あ、そうだね、友達、犬飼ってる友達と遊んでいいよ。なるほど、天才か。それでいい、それでいい。じゃあ結局今日の話をまとめて、一番大事なのは何ですか？結局顔です。顔です。先生、はい、先生はナルシストなんですか？はい、ナルシストです。自分の顔が一番好きですね、基本的には。まあ、芸能人とかもかっこいい人いるんですけど、まあ、基本的には自分が一番一般人の中ではかっこいいと思います。素晴らしいですね、はい、自分に自信があるのはいいことだと思います。はい、先生、はい、好きな犬は何ですか？好きな犬はですね、まあつむじちゃんって僕のかつて犬ですね、元カノに生まれてるんです。残念ですね。はい、元カノに親権を奪われたと。そうですね、クソみたいな女に引っかかってしまいました。 Tinder ではモテるのに現実では失敗するんですか？そうですね、やっぱり Tinder は頑張ってやってきたんですけど、人生はそううまくいかないんで。Tinder で何人くらいに会ったんですか？ Tinder で会ったのはまあいやでも全然会ったないですよ。20人ぐらいかな。うん、20人ぐらいだと思いますね。途中でめんどくさくなっちゃうんで、他にも女いるんでね。
先生がいいねする女はどんな女なんですか？僕がいいねする女は基本的にはまあ普通に一般的に可愛いこと、あと美味しそうな子ですね。美味しそうっていうのは？美味しそうな子っていうのは普通になんか食べてやりたいぐらいセックスがしたい子です。なんて言うんだろう、もう表現しづらいんですけど、まあちょっと、まあ、顔はちょっと崩れててもいい肌のなんか柔らかそうな感じとか、白い感じとか、なんかちょっとメンヘラっぽい感じな、そのなんかやった時の気持ちよさまで想像ができる子ですね。そういう子いいねしちゃいます。先生身長何センチですか？僕は身長171センチです。チビ、チビか。チビじゃねえか。でもモテるんですか？背高いやつに負けたことないですね基本的に顔だから。それでは次回、森山先生による3000人にエッチしようといきなり送ってみたらさすがにいける説でお会いしましょうせーの、アチョー